見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。コロンビアの麻薬王、パブロ・エスコバルの電気ドラマに出てきそうなスケールである。11月5日、警視庁組織犯罪対策5課は、ベトナム国籍の中古品買取会社社長、ドタイツアン容疑者、43、ら5人を麻薬特例法違反、規制薬物としての所持、容疑で逮捕したと発表した。彼らが海外から密輸しようとしたのは、覚醒剤が練り込まれた木炭4トン。前例のない手口で、警察と税関は覚醒剤の抽出作業に頭を抱えているという。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。泳がせ操作で、すり替えられた物。ダンボールマン4000箱に詰められた覚醒剤入り木炭を積んだ船が、トルコの港を出たのは9月のこと。翌月、船は東京都大田区のコンテナ埠頭に到着したが、すぐに東京税関の麻薬検査に引っかかった。ここから警視庁と東京税関の連携による泳がせ捜査が始まる。段ボールの中の物の中身をすり替え、届け先に運搬されるまで怪しまれないよう見張るのだ。あらかじめ捜査員は、スアン容疑者が経営する会社作業場周辺に張り込んで着手の瞬間を待つ。店の物が届き、彼らが受け取った瞬間に、お縄、となった。この時点での逮捕容疑は、麻薬特例法違反。平たく言うと、本物の物だと思って受け取っただろう、という罪だ。スアン容疑者らは、木炭だと思っていた、と容疑を否認しているというが、そうは問屋が下ろさない。難航する抽出作業。麻薬特例法違反は年以下の懲役にしか問えないが、彼らはこれからみっちり絞られ、次はより重い罪状の覚醒剤取締法違反で再逮捕される見通しだ。ただし、同法の中でも最も重い営利目的所持や営利目的輸入を適用する場合は、覚醒剤の含有量を確定させることが必要。だが、警察も税関も、木炭に染み込ませた、物を扱うことなど初めてのことなので、抽出作業に悪戦苦闘しているという。おそらく薬剤を使って分離させるのでしょうが、ノウハウもないので手探りの作業となると頭を抱えています。通常ならば、そのまま繋いで再逮捕となるところですが、一旦麻薬特例法違反容疑で起訴し、起訴後拘留した後に再逮捕かつ移送検される見通し、年内は厳しそうだ、と捜査員は話しています。警視庁担当記者、覚醒剤が入っていることは分かっているのであれば、素人目にはそれで十分ではないかとも思うが、そうはいかないのです。現状でも単純所持で罪を問うことは可能ですが、営利目的となると一定量が必要。量によって罪の重さが変わってしまうので、正確に抽出しなければなりません。当然。